お、はい、これねカフェラテこぼしました。スリッパをねあの横切ろうとは全然してないですね。でスリッパの部分がちゃんと障害物マークが出て避けてくれるんですよ。皆さんこんにちは、戸田悟です。今回はですねロボット掃除機をレビューしたいと思います。ロボロック S7 MAX ウルトラを紹介していきます。ロボット掃除機もね日増しに機能性能アップしているのでぜひ注目してください。今回はですねロボット掃除機の注目モデルの動画をお届けしますよ。以前もね、ロボロックのロボット掃除機レビューしました。Q5 Pro というね手頃な価格のモデルもレビューしました。そちらねリンク概要欄に貼っておきますのでよかったらご覧ください。で今回はね上位モデルとはいえめちゃくちゃ機能すごいんですが価格は手頃なんですよね。でこの上位モデルですねロボロック S7 MAX ウルトラをレビューします。僕が注目している機能はですね障害物ですね。床に落っこってるスリッパとか脱いで置いてあるね上着とか避けてくれるらしいんですよ。そこは注目したいですね。うまく避けられるでしょうか。箱のね中身を出してみました。非常にですねまあ説明書類がまず分かりやすくていいですよ。これねクイックスタートガイド、まずねこれさえ見れば、このステップさえ追っていけばですね、基本的な設定はできます。裏はね、こんな感じになってますので、まあ、かなり簡単です。で、もちろん、詳しい説明は、こちらにね、全部日本語です。出てますので、安心して、使えますね。各国語対応のもあるんですが、日本語でしっかりした説明があるのはいいと思います。で、あちらにですね、ステーションあります。後でね、ちょっと詳しく説明します。で、これはね、ステーションの手前につけるパーツですね。で、こちらが本体。それから電源ケーブルですね。それからこれ、ゴミのパックですね。ゴミを捨てるためのパックという形になります。まずですね、ステーションにこのね、台座的な部分を取り付けました。これも上から乗っけるだけ簡単です。これがね、非常にわかりやすくていいなと思ってるんですが、ステーションの上には3つタンクが並んでます。で、ここはね、ゴミが溜まるとこですね。で、最初に、このね、ゴミ用のパックが1個用意されているので、予備もありましたので、まあ、2セットね、使えるということですね。ここでゴミを捨てることができます。で、こちらにはですね、これがね、給水タンクになるので、ここにね、水を溜めます。このフィルムはね、剥がして使います。で、一番奥ですね、こちらは汚水タンク、汚水が溜まるタンクになってます。この辺りがですね、全部、この上からの作業でワンストップでできるので非常に作業しやすい。で僕ですねロボット掃除機でこういうステーションがあるものも何台もレビューしてるんですが、まあねこのタンクの位置が良くないと外すのがなんか後ろの方から外したりしてね大変だったりするんですけれども、非常に分かりやすい上に持ちやすいんですよ。水結構重いのでこれはいいんじゃないでしょうかね。ではね、早速電源にね、つないでいきたいと思います。電源ケーブルはですね、中を這わせられるので、まあ余分にね、出っ張って邪魔になることはありません。水をね、入れてきました給水タンクにですね。で、セットします。で、続いてですね、ロボット掃除機をここに置きます。ロボット掃除機本体をセットして電源を入れます。長押しだけですね、簡単です。はい、続いてですね、これね、ロボロックのアプリを入れました。QR コードを読んでデバイスを追加しますので、ここにね、QR コードがあります。これをね、読むだけで、もう一瞬ですね。アプリをですね、起動して Wi-Fi に接続するとですね、あとはこのクイックスタートというメニューになってきますので、これを進めて、利用していきます。お休みモードというのがありまして、寝室などにね、置く場合特にそうなんですが、指定した時間はですね、ライト類を暗くして、お休みの、ね、邪魔にならないようにできます。それではね、まずマップを作っていきましょう。はい、今ね、マッピングが完了しました。ここにね、掃除機が動いた軌跡跡がありますけれども、この部屋ね、多分8畳ぐらいですかね、面積的には。で、こっち側は行けないようにしました。あとね、こっちにもちょっと廊下が続いてるんですけど、扉がないね。あえて物を置いていけないようにしました。ここだけ掃除したいので。で、ここね、テーブルがあるんですよ。で、下にね、椅子も置いてあります。そこの中も入っていってマッピングしてくれました。はい、これだけのマッピングをするのにね、ここに時間出てますけど、2分で終わりました。早いですよね。で、あとは掃除するたびに更新されていくという形になります。で、今ね、マッピングが終わって、掃除機はね、フォーウェイ全自動クリーニングステーション。このね、ステーションはそういう正式名称なんですけども、いわゆるベース基地にですね、戻ってくれました。で、この製品はね、上位モデルなので、自動給水、自動乾燥、ゴミの収集ね、モップの自動洗浄までできるということです。はい。で、こちらにね、水拭きモードをタップすると、一般とか水拭き掃除、吸引、カスタムといろいろ設定ができます。で、水拭きもソフトとかね、標準、強力とかね、いろいろとできますけれども、今回はね、水拭き標準でちょっとね、掃除をしていきたいと思います。はい。で、今回はこのエリアを掃除できます。こういうふうにね、
エリアも指定できるので非常にね、重宝すると思います。機能がめちゃくちゃ充実していて、これね、カーペット掃除の設定で自動でモップが上に上がるんですよ。でカーペットのエリアもね、指定できます。自動モップリフトね。でカーペットと、それからね、木目のエリアも設定できます。木目ね、こうなってるんですよ。今ここに映ってますけどね、こう木目でこの部分がカーペットだよということを設定しました。これで自動的に木目に沿って掃除をしてくれて、そりゃそうですよね、木目に沿った方がね、ゴミ取れますもんね。でカーペットのエリアではちゃんとモップを上げてくれます。はい、ではね、これから掃除してきますけど、まずね、床にスリッパ脱ぎっぱなしにします。それからね、このね、コーヒーをこぼします。お、はい、これね、カフェラテこぼしました。こぼしすぎ？はい、ではね、ここを掃除していきたいと思います。どれだけ綺麗になるかね、試してみましょう。それでは掃除スタートします。今ですね、掃除を開始しますっていう音声流れましたが、あのボリュームも調整可能です。さあ、いよいよ水のエリアに近づいてきましたが、どうでしょうか。ちょっと困ってますね、スリッパが脱ぎ捨てられているので。さあ、カフェオレをね、こぼしたのも、あ、だいぶね、綺麗になりましたね。グッジョブ。十分じゃないでしょうか。スリッパをね、横切ろうとは全然してないですね。今ですね、カーペットの上を掃除してます。モップが上がってるので濡れてないですね。椅子がですね、置いてあるテーブルの下ですね、入れる限りのところ入っていってですね、複雑な椅子の足のね、中の部分もかなり綺麗にしてくれてます。これあえて椅子を揃えないで、毎回椅子をですね、バラバラの位置にしとけば、結局は毎日の掃除で全部綺麗になると思います。本体そんなに小さくないんですけど、細かいところまで結構入っていってくれますね。はい、今ね、掃除が終わってステーションに戻っていきます。14平米を掃除して16分ぐらいですね。1平米約1分ぐらいの目安で掃除できますね。でバッテリーもね、そんなに減りません。はい、で今ですね、モップの洗浄とかをしてますけれども、音はね、そんなに、まあしますけど、まあちょっと音がするなぐらいな感じですね。うるさくてちょっと困るという感じ、テレビ見るのに邪魔になるというほどではないです。今ね、掃除が終わりまして、モップクロスの洗浄中なんですけれども、これね、拡大すると面白くて、ちょっとそこに映ってるの、スリッパね、スリッパの先にある白いのは、あれは床の傷です。でスリッパの部分がちゃんと障害物マークが出て避けてくれるんですよ。でさらにね、こことここにはテーブルの足、ここもね、テーブルの足がありまして、そこも避けてます。でここもね、カーペットがめぐれたところは障害物マークが出てますね。でもうくまなく掃除してくれて、ちゃんとね、木目に沿って掃除してますね。素晴らしいと思います。床がですね、もうツルツルになりました。拭き掃除やっぱり綺麗になりますね。もうね、手触り感がやっぱり掃除前とは全然違うし、当然手にもね、汚れはつきません。カーペットもですね、綺麗になりました。これなんかちょっと模様っぽく見えるのはね、動いた跡がちょっと模様っぽく見えますけども、カーペットも綺麗になりました。全然濡れてないですね、湿ってないです。で床も掃除終わってもう1分もしないうちに乾くんですが、終わった直後に触るとですね、床はやっぱり拭き掃除したので湿ってましたよ。掃除が終わりました。まずね、これちょっと汚水の方を見てみますね。ちょっとね、カフェ色になってますよね。汚水がここに溜まってます。続いてね、こちら汚れのね、溜まってる部分ですけれども、ここにですね、汚れが吸収されるんですけれども、もう見なくていいわけですよ。ある程度溜まったらもう取って捨てるだけですから、もうね、ゴミが外に出ることもないんですね。普段ゴミを見る必要もないんですね。なのでこれはもういっぱいになったら捨てるだけと、非常にですね、シンプルですね。水がなくなったら足す、で汚水は溜まったら汚れて捨てるというだけで OK ですね。非常に楽だと思います。はい、ということで今回はね、ロボロックの上位モデルですね、 S7 MAX ウルトラレビューしました。いかがでしたでしょうか。僕はね、めちゃくちゃいいと思いました。やっぱりね、障害物ちゃんと避けてくれましたね。それからね、昔、だいぶ前からね、僕ロボット掃除機レビューしてるんですけれども、マッピングも早いし、掃除も早いし、音もそんなにしないんですよ。良くなりましたね。買い替えにもいいと思います。で、ゴミとかね、汚水の処理も非常に楽ですね。いいんじゃないでしょうか。アプリもね、すごく使いやすく、初心者でも全然大丈夫だと思いますね。スマホに詳しくない方でも使いこなせるのではないかなと思いました。気になる価格なんですけれども、なんとですね、Amazon のプライムデーで7万9000円はかなりお買い得だと思います。毎日綺麗にね、掃除できますし、長年使えますので、
ペット飼ってる方とかね、あとお子さんとかがいらっしゃって家汚れやすい方にいいんじゃないでしょうか。あとね、僕のようにちょっとオフィスね、狭めのオフィスにもすごくいいと思います。人件費考えたら掃除の手間なくなるだけでもね、すぐ元取れるのではないでしょうか。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。メンバー先出しのね、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信、それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。で、この戸田悟ファンクラブでは抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。